にちは。今日は逆スクワット、逆スクワットってなんだろうって思った方、どんな方に効果があるかっていうと、ワイドスクワットをやってもいまいち内ももに効かないで外ももばっかりに効いちゃう人、足がそんなに太くないんだけど O 脚だったり X 脚だったり形が悪くて悩んでる方、あともう単純にとにかく足が太くて細くしたい方、そんなあなたのために今日はワイドスクワットよりもうちょっと簡単な逆スクワットというスクワットのやり方をご紹介します。このトレーニングのいいところは、ちょっとやっただけでその後しばらくね、内転筋のスイッチが入ってずっと効果が持続するっていうことなんですよ。お出かけ前にちょっとやっていただくと、その後歩いてる時に今までこのね外ももを使っちゃったのが内ももにしっかりスイッチが入ってるので、歩くだけで内もものトレーニングになってだんだん美脚になっていくっていうものなので、はい、座ってるあなたぜひ立ち上がって一緒にやってみましょう。ではまず足を45度ずつぐらい外に開きます。柔らかい人はもうちょっと開いてもいいんですけど、開けば開くほど結構大変になるので、最初は45度ぐらい、こうですね、全部で90度ぐらいになるようにつま先を外に開いて、かかとはくっつけて立ちます、という感じ。はい、この状態でまずここね、かなり隙間が空いちゃってる人はもうすでにだいぶね、O脚足が歪んじゃってますね。これがピタッとくっつくようになるようにしたいですよね。あとこの骨がね、この状態でもすごくこう外に出っ張っちゃってる方もかなり歪みがあるので、それをね矯正していくトレーニングにもなります。こう土偶みたいな体型からシュッとした足になっていくので、頑張ってやってみましょう。そしたらまずはこの状態で体を上にしっかりと伸ばします。いつもやってるお腹の呼吸、息を吸ってお腹をへこませて、吐きながらさらにへこませます。内転筋とつながってお腹の力入れることがすごく大事なので、お腹をしっかりへこませながら、へこませる、ずっとへこませておきます。ふーふー、オッケー。でこのへこんでる状態をできるだけ保ったままトレーニングをやってください。お腹をへこませてるまましっかり上に伸びて、一度膝を緩めます。この時こうじゃなくて外にガバッと開いてる状態で膝を曲げます。こうじゃないですよ、外にしっかり開く。このね、開く動作がお尻を使うことになります。お尻の筋肉で足をパカッとしっかり、できるだけこれ以上開けないってとこまで外に開いて、そこから上に伸びながら足は外の方向に開いたままキューッと、お尻にね何か物をキュッと挟むような感じで、足はこうじゃなくて外に開きながらギューッと閉じてきて、内ももとお尻をピタッとくっつけます。もちろん膝もしっかりくっつけます。くっつかない人はくっつけようとすればいいですから、外こうじゃなくって内股にならないように外にガバッと開きながら後ろ側をくっつけるつもりで、ギューッとお尻も力入れてグッと閉じます。伸びたままです。お腹しっかり引っ込めて伸びたまま、ふー息を吐きながらお腹引っ込めて内ももをギューッと、特に後ろ側をしっかり締めます。はい、一度緩めて息を吐きながらお腹引っ込めて内ももギュー、膝とお尻太ももをグーッとくっつけます。内側に絞る、はい、一回緩めてもう一度息を吐きながら、ふー上に伸びながら締めます。はい、もう一回曲げて、ふー締める締める、細く長く伸びます。はい、オッケー。どうですかね、足ちょっと解放していいですけど、なんかすごく重心が真ん中に来て内もも締まってる感じがしますよね。これが大事。これ3回ぐらいやるだけでも、これからね出かけると内ももがしっかりスイッチが入ってるので、内側の筋肉使えるようになってどんどん足が綺麗になります。はい、じゃあもう一度今度横向きでやりますね。
ワイドスクワットはガバッと足を開いて下に下がっていきますが、逆スクワットは逆に足を伸ばして縮めてギューッと細く長く伸びていきます。で、一個ポイントがあって、特に私反り腰かしらと思ってる人は、伸びた時にね、こうやってお尻が出ちゃって反ってると、これねダメです。腰が痛くなっちゃうし、あまり効果が期待できない。お腹が出っ張っちゃうので、骨盤をこうじゃなくて、ちょっとねお尻をしまいます。こうじゃなくてお尻をこっちにすると、お尻がしっかりギュッと力が入ってお腹も締まります。足をこうやった時にこうじゃなくて反りすぎないで、ちょっとこっちに骨盤をまっすぐに、骨盤を立てるっていうんですけど、立てます。この状態で上にしっかり伸びて、膝を曲げたら息を吐きながら、お腹引っ込めて、お尻締めて、ふー息を吐いて、反りすぎない、まっすぐにお腹をぐっとしまいながら、これダメです、こっちに伸ばします。汗出ますね。ここまでで基本的にはもう OK、 十分ね、こうもう歩いてみると今までになく本当ね内もも使ってるって感じがしますから、毎朝もうこれを5回もではなく3回しっかり集中してやればスイッチが入るので、痩せやすい足のセットはできてるから、これで毎日歩いてると美脚になっていくので、毎朝必ずセットすることを忘れないように。で、多分1日座ってるとまたちょっと戻っちゃうので、帰る前にねもう一度どこかでギュッと、まあ、これできなかったら足だけでもいいです。立って電車に乗ってる時とかでも、電車待ってる時とかでも、ちょっとギュッてね締める練習をやってもらえれば、それでどんどん効果が出ます。土偶からシュッとした綺麗な足になります。もう一個、もしこれが簡単にできるよっていう方は、バージョンアップするとしたら、この状態のままさらにキュッとつま先立ちしていきます。上がった時についついかかとをこう離れちゃうんですけど、上がった時にしっかり内ももを締めて、膝とかかとをしっかりくっつけるようにしたまま上に上がって降りてを繰り返していくっていうのが上級コースになります。これただ結構筋肉いろんなところ使うので大変ですから、余裕があるときにちょっと伸びて、お今日いい感じになってきたなと思ったら、そのままさらにつま先立ちで膝を締める、で戻る、息を吐きながらつま先立ち戻る、膝曲げる、締める、つま先立ち戻る、ここまでできると完璧に美脚になっていくので、できる方はやってみてください。頑張りましょう。はい、40代からの動ける体チャンネルでは、これからもかっこいい体になっておしゃれを楽しみたいだとか、動ける、もっと動ける体になって好きなことを楽しみたいというあなたに役立つ情報をこれからもどんどん配信していきたいと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それから隣のベルのマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時やライブ配信などのお知らせも届くようになりますので、すべてにチェックをお願いいたします。みっこ LINE 公式アカウントでは、登録していただいた方に、年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という動画を限定でプレゼントしています。説明の欄から LINE 公式アカウントというところを見つけていただいて、ポチッとよろしくお願いします。それではまだまだ元気に遊ぶぞ、うーぐんぐん、危ない、バイバーイ。